はい、どうもカードショップ山本の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキこちらです。ランプパンチということで、まあこの緑が弱い弱いとね言われてる環境でかなり高い勝率を叩き出すことができるミドターンということで、はい、基本的にキーカードとしては西の木のね小玉でね、カウンターの乗ってるマーホークであったり適応体であったり獣呼び新人、まあそこら辺がねカウンター乗ってる状態でこれで殴ってね土地がガガッと並んでニッサで奥義使うっていうね流れなんですけど、まあ最悪ね小玉引かんかってもボラックでもねあのこいつらがめちゃめちゃ強くなってね一気に殴っていけるっていうプランもあるんで、まあどっちかですかね。まあどっちか3ターン目に着地してこいつら強化できたら押し切れるかなという感じのデッキです。さあそれではね早速回していきましょう。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。さあマーフォークいきます。から行きましょう。まあ土地はもうあるんでボラックは増殖でいきたいな。なんだこれ。2枚引いて。ちょっと待ってよ。ああなるほど、三三。さあブロックしない。さあ四四でアタック。なんか硬いのが出てきますね。ああこれはポルクラノス持ってかれるかな。うん、違った。ここは意外でしたね。さあ、ポルクラノス。さあ、アタック。
ただ相手硬いね。勝ちですね。さあだ。先がちょっと鬱陶しいんですよね。なんとか帳簿先ブロック2体ブロックでもいいんで帳簿先を倒したい。そこさえ倒せたらなんとか突破していけるかもしれない。首、まあやはりこれでいいか。いや違うか、間違えたな。カウンターが2つ、3-3、ここだな。こいつらは育っていきますからね。行きます。さあどうだ。さあ増殖。さあダック。まあ飛行を倒すか。さあターン終了。そうきたか。それじゃあブラック。
サードック。対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行で7枚でキープします。まあ、うまいことニッサまでつなげれたらいいんですが、まあ、高校なんでねちょっと難しいかもしれんけど、あ、もう一枚土地とりあえず来てほしい。ん？ちょっと嫌な予感するな。三枚目引かずに負けたりせんやろ。さあ、ここで土地が欲しい。さあ、獣呼び。ラクドスか？ああ、説教者硬いですね。いやそのパターンきついわ。これはお相手パーフェクトハンドですねちょっとこれは勝てないか。どうしようもない感じが。なかなか完璧すぎて辛いですね。ここでやめときましょう。はい、大変ありがとうございました。7枚でキープ。場合によったらこっちかな。さあ、目ざとい侵入。アゾリウスか。殴りますか。さあ、アタック。さあ、目ざとい新人。マホーク行きましょう。ゴリゴリのアゾコンかな。それはそれで嫌なんだけど、行きましょうか。西のキノコ玉。
サボラック。唱えるだけじゃこいつら反応しないのがね、厳しいね。まあ相手からしたら厳しいだろうけど、これ6点食らうのね。こちらはこちらでしんどい。終わりそうですね。さあボラック。これは普通に土地もらいましょうか。サダック。まあフォロー来たらタミオの保管で。まあ、保管使わんでもいいんですね。Harms my people must contend with me. せっかくなんで使っておきましょう。はい、大佐ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ、マーフォーク。これはちょっと土地が欲しいかな。土地を探しに行こう。さあ、ビショップ上がって、まあいいですね。さあ、港へ新人。さあ、ボロスアグロも先行取れたら切れるんじゃないかな。まあ、とんでもない回り方してますけど。さあ、ブラック。さあ、ブラック。小玉来てほしいですね、小玉。2-2になった。どうしようかな。気にせず殴るか。諦めましたね。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。まあとりあえずここからいくか。適応体から。警察、ちょっとこれは嫌な予感しますね。土地が来すぎて負けるパターンか。あんまり嫌だな。なんか感度が悪い。いや、いいですね。さあ、虫の木の子玉。サダック。子玉引くとやっぱりね、こう土地が伸びるんで、非常にやりやすいの。
さあ、お相手エスパーか。まあ、殴りましょうか。さあ、魔法。ちょっと土地来すぎかな。ちょっと来すぎか、これは。ランプしてんのにあんまり怒られるとしんどい。まあコウモリ強くなって回復はしますが、プラス6点飛ぶからどうだろうね。13点はでもちょっと難しいか。4点、まだ難しそうだね。2点しか回復せんかったか。サタンもらいます。プラス6点、どうだろうな。届かない。とりあえず殴る。まあ、そこブロックしてくれたら一番ありがたいんだけど。そうくる。ターンする。お、婚礼の発表か。さあ、どうしていきますかね。向こうも殴りにくいよ。コウモリでも殴ってくるか。サターンもらいます。サタック。大対戦ありがとうございました。どうだろうね。そうきたら悪くないんだけど、こっちから行くか。さあ、適応体。マジで。マジで。いや、それはちょっとびっくりした。さあ、獣呼び。サメか。なかなか硬い。
まあ、ブラックはもらうとして。サーバック。さあ、このまま行きます。完全なる統一やってきますね。行くか。そっちブロックしますね。さあこれで次のターンのティラナックスレックスが向こう止めれるかな。さあティラナックスレックス、なんかいろいろ起こってる。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。1マナクリーチャー引いてほしいな。ここは残念、3マナが3枚か。さあ目ざとい新人からいきます。火力があるタイプかな。そうなるとポルクラノスの最短とか結構効くんじゃないかな。さあポルクラノスの最短、いやいや、なんだっけ。Good thing it wasn't against. Taught them everything they know.さあ、さあ獣呼びに目ざとい新人。ゾウさん出てきたよ。お、発見を使ってこなかった。 Go on. Impress me.
さあ、ジン・フランス。さあ、もう叩き潰しに行きましょうか、一気に。引いてほしいところではあるけどね。あとプレンズウォーカーのフレンズ系だったら流すカードが入ってそうで怖いな。おお、マジか。そこがやられるか。さあ、カード引きます。さあ、アタック。こだまないとね、トランプルがなくて困るね。いや、これ結構厄介だぞ。こいつら2体焼かれたら結局トークン2体出されて突破できないんだ。厄介だね。これ厄介だぞ。突破できない。マジか。どうしよう。こだまかニッサ引かないとどうしようもない。まさかな展開ですね、これは。めっちゃやべえ。マジ。ちゃんとライブとこれが怖いよな。Go on, impress me. もう何か引いてとしか。地味にライフ回復始まってんのがきついな。わあ、わあ、もう引き悪いな。ちょっと待ってよ、もうランプしてんのに途中ばっかり来るか。17枚めくって9枚土地はなかなかですね。これはちょっともう負けですね。はい、大変ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。ランプパンチということで、いやー、なかなかやっぱ勝率高いですね。基本的にまあでも自己ランかったらゴリ押しが結構できるか、先行は特に強く動けるんでいいですね。まあ、今回一回やったニッサ、なんかあんまりニッサ奥義で決めるパターンが、ニッサ引かないね4枚入ってんだけど、それまでに結構殴り切れることが多いのかな。はい、まあそんな感じで、ミドタン好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。